じゃあ、Fスターの丸山です。さあ、今回ですね、Netflix で配信されましたドラマシリーズ、地面師たち。はい、こちらのですね、ネタバレあり、徹底レビューやっていこうと思っております。Netflix にですね、公開されてずっと1位、ここ1週間ぐらいですね。なんで、どんなもんなんだというところを思っておりましたし、あとはね、大根監督の最新作っていうところで、単純にどんな感じなのかなという楽しみもありまして、全部視聴してまいりました。大根監督のね、作品史上ね、結構面白い部類の作品なんじゃないかなと、思ってるんですけども、やっぱりね、ちょっと気になるところが、はい、何個かありまして、で、結構重要なところが気になっちゃったりしてたんで、それも話せばいいかなと思ってます。今回ですね、結論としてどんな作品だったのかってところを話しまして、その後に良、かったポイントですね、で、その後にですね、ちょっと気になってたポイントってところを話して、最後にまとめという形で、そういった流れでやっていこうと思ってます。見てよって人のね、感想もですね、コメントの方でもらえますとね、ちょっと幸いかなと思ってます。はい、そんなところですかね。はい、それじゃあやっていきましょう。地面師たちなんですけれども、2017年の積水ハウス地面師事件という事件が当時ありまして、それをモデルにした作品になってます。もともとね、原作の小説がありまして、でそれを読んでた大根さんがですね、直談判したと、出版社に直談判したという形で、決まったそうですね。はい、監督自ら直談判って相当珍しいと思うんですけど、はい、それほど大根さんとしては取り扱ってみたい、題材の作品だったというところだそうですね。大根さんのインタビューをね、ちょっと見てみたんですけど、もともとね、大根さん五反田が生活圏らしくて、でその元のベースとなった事件、実話の事件っていうのも五反田であった事件だそうで、だその自分のね、生活圏の中であった事件というところで、そもそも、興味を持っていたというところで、小説に出会うというところで、企画を発案して、出版社に持っていったという流れらしいですね。ざっくり感想を言いますと、面白かったです。はい、面白かったけど、なんだろう、まあ大根さんの作品の中だと結構攻めてる作品だなと思ったし、大根さんのやりたいことも結構伺えた作品ではありましたし、あ、これおもれえじゃんとは思いましたね。ラストの1話、7話の本当に最後の最後ぐらいまでは結構面白いなと思ってたんですけど、はい、最後がそのラストの部分がちょっと気になったかなというところでありましたね。はい、そんなところです。で、まず実際の事件は2017年にあったんですけど、今作は2019年の、話になっているというところで、高輪ゲートウェイ駅ですね、 JR の山手線のあれができる直前の高輪周辺っていうのがめちゃくちゃ現実味あって、このチョイスが、ここがね、すげえいいなと思いましたね。その後のね、実社会の、出来事っていうのもちょっと反映させたようなセリフもあったりして、それもまたね、現実味を帯びてるところがあって、はい、それがね、またこの作品のリアリティっていうところを、推し進めててね、これがまたいいポイントでありましたね。配役というかキャスティングのところ、これがね、秀逸、めちゃくちゃハマってましたね。はい、でさらにキャラクターですね、このそれぞれのキャラクターってところもめちゃくちゃ立ってて、この座組が完成した時点でもう勝ちだったなっていうところを感じました。なんか闇抱えてる主人公って役をやらせたら、綾野剛はね、最高じゃないですか。はい、基本的にもうほんとカメレオンですね、この人ね。地面師になる前の普通のサラリーマン時代の順風満帆な人生を歩んでいる主人公っていう感じも普通にもちろん出せますし、事件以降の闇を抱えてる、トラウマを抱えてる人間の危うさみたいな部分もね、がっつり出していけるっていうところ、危うさってところと重なってくると思うんですけど、狂気じみた、若干狂気じみたところを感じる部分もありましたし、あとその地面師っていうところでかなり高度な詐欺テクニックが必要というところで、かなり真面目で緻密に計画を立てていく様
でさらにアドリブで物事を対応しなきゃいけない時があるんで、そういうところもちょっと焦りながらも冷静沈着なところっていうところ、その若干難しいところも器用にやってたなという印象でございました。すごかったですね。はい、でやっぱ豊悦でしょ。はい、豊川悦氏、いやーこの人のカリスマのリーダー、犯罪集団のリーダーですね。豊悦が本当に良かったです今回ね。常に冷静沈着で敬語で、さらに恐ろしく残忍でバイオレンス、容赦は一切しないというね、一見頼れるリーダーというか、めちゃくちゃ頭いいんですけど、私利私欲のために動いてる男ってところを演じてました。すごかったです。めちゃくちゃ冷静でずっと敬語なんで、なんだ、ずっと冷静で敬語なんでめちゃくちゃ頼れるんですけど、冷たさはね常に感じるところがあって、うん、人間味が全然ないんですよね。はい、それがすごい怖い、うん、ゾッとするところがずっとあるっていう感じ。頼れるから信用しそうなんだけど、絶対信用しちゃいけないなこの人っていうところが、終始漂っててね、すげえ良かったんじゃないかなと思います。それ以外の配役ってところもすごい良くて、ピエール滝ですね。この人はもうやっぱりうさんくさい人の役やらしたらねめちゃくちゃ合いますね。はい、で今回音楽ね一種の卓球なんで、ある種ね電気グルーヴの映画にもなってるというところがありますねと。でまあ前にね大根さん電気グルーヴの、ドキュメント映画も作ってますんで、そういったところでまた、本当に電気グルーヴ好きなんだなって感じが、伝わってまいりました。であとは小池栄子、この人もすごいハマってましたし、このなんだろう、バックボーンが見えるキャスティング役の人間として成り上がっていくまでのストーリーがなんかちょっと見えるっていう感じがありまして、それがなんか小池栄子の実人生と結構紐づいてて、もともとトップのグラビアアイドルで、そこから、バラエティのタレントになってって、で女優もやりだしてみたいな感じでマルチタレントになっていく、ずっとテレビで活躍してきた人なんで、人生のバックボーンがこの今回の役にそのまま反映されてるような感じがしてね、すごいハマってたなと思いますし、あと北村和樹さんですね、何するか分かんないっていうこの危なさみたいなところをめちゃくちゃ、表現してまして、僕の中だと割とガリレオのその刑事の、役のイメージなんで、結構シュッとしたね、このできる男みたいなイメージなんですけど、この危ないチンピラ半グレみたいな感じやらせると結構怖いなっていうね。で山本浩二もめちゃくちゃ良かったし、この昔敵な感じで叩き上げでやってきたってところも伺えたし、あとリリー・フランキーの刑事役ですね、これもね、まあ、この人もね安定の演技なんですけど、今回かなりうろたえた演技ですね。ね、それもやってまして、この新しいリリー・フランキーの一面も見れたなと思いますし、新米デカの、池田エライザですね、池田エライザめちゃくちゃ良かったですね僕はなんだろう、池田エライザのこのまっすぐな感じみたいなところってのがまあ良かったんじゃないかなと思うし、あと人弁士の染谷翔太ですね、染谷翔太のあのひょうひょうとした感じっていうのも、かなりハマってると思いました。はい、まあ、あと牧田スポーツもいたりとか、もう本当に隅から隅まで結構ハマったキャスティングなんじゃないかなと思ってます。はい、ここはまずこの時点で勝ちだったんじゃないかなというところですね。今作ですね、詐欺師を扱った作品なんで、まあ普通にクライムサスペンスの、作品という感じなんですけど、かなりバイオレンス描写もねすごく入ってますね。人間の欲望であったり、人間の本質の部分、むき出しの人間性みたいなところを描く作品だったんで、暴力描写っていうのはかなり効いてたなと思います。そんな量は多くないんですけど、ここぞというところで豊悦のね、危なさっていうのを表現するところで適材適所で、暴力描写が入ってたなと思いますし、ある種刑事ドラマでもあるなと思ったりしてて、リリー・フランキーと池田エライザですね、その捜査シーンっていうのもあって、まあ、追ってく刑事側の視点もしっかり描かれるんで、刑事ものとしても結構楽しめるなというところがありましたね。詐欺師の集団の話なんで、詐欺師たちがどうやって大企業を騙していくのかっていうところで、ケイパーもののその集団のその騙すテクニックみたいな面白さと、バレんのかバレないのかみたいなハラハラドキドキっていうところも結構あったりして、それもかなり楽しめたポイントでありましたね。結構シリアスな作品なんで、よくあるそのケイパーものの、まあ、オーシャンズとかミッションインポッシブルだったり、まあ、そういった、ケイパーものの作品とは若干違うのが、すごい邦画のドロドロした感じがなんか全体的に漂ってるんですよね。昭和から平成になってく、あの
絶妙な期間のドロドロした感じっていうのが、なんか僕はすごいドロドロっていうかジメジメした感じ、はい、邦画特有のあの感じあるじゃないですか、あれを結構随所で感じまして、むき出しの人間性のドロドロしたところを描いてるんで、まあ自然とそうなっていくと思うんですけど、結構ジャンル違うけど、なんか丸さの女を若干思い出したりとか、白石浩二監督の日本で一番悪いやつだとかね、あの辺の孤狼の血とか、結構ドロドロしたね人間関係みたいなところが描かれるんで、でそれで裏切り裏切られるみたいなところが描かれる作品の、うん、ドロドロした感じっていうのが結構随所にあって、それが結構、うん、あ、邦画っぽさをちょっとミックスしてるなと思ったりしたポイントでありました。これが良かったですね。であと、音楽、今回石野卓球がやってるんですけど、結構テクノ調の曲ですよね、まあ石野卓球なんで。ただあのエンディングの曲とか結構ギターリフが、古臭いギターリフが乗ってて、昭和から平成のあの感じっていうのを、感じる部分でありましたし、まあそれ以外の音楽のところだと結構普通に四つ打ちのね、まあレイブというかテクノというか、そういったまあふつふつとこの盛り上がっていく感じっていうのが、随所にあったんですけど、そういう音楽がありつつ、ルック的にもね結構冷たいルックだったんですよ今回。なんでデビッド・フィンチャーをね結構思い出したというか、意識してんじゃないかなっていうのを結構思いましたね。デビッド・フィンチャーも、うん、最近はトレント・レズナーとずっと音楽一緒にやってるんで、まあ四つ打ちというか、まあ、打ち込みのビートの曲ってのが多いんですよね。でさらに冷たいルックで、かなり几帳面な絵を作るっていうところで、今作に関しては結構ハンディの絵が多かったんですけど、全体的なこの絵作りであったり演出の付け方的には結構フィンチャーを意識してんじゃないかなっていうのを、結構感じたりしました。昔の邦画のあのドロドロとした感じとデビッド・フィンチャーのあのクールな質感、そういうのを掛け合わせてて、この雰囲気が結構目新しくて結構楽しめたポイントでありましたね。でさらにそのまあフィンチャーっぽいところともつながってくるんですけど、編集がねめちゃくちゃうまいんですね今作。すげえ良かったんですよ。オープニングもそうなんですけど、説明パートの部分がすごいスマートですね、はい、見せ方としてスマートでスタイリッシュだなと思います。結構グラフィックというか新聞のグラフィックみたいなところを、結構意識して作っていった感じがありまして、説明パートを飽きさせないようにしっかり見せてたと思うし、あと同時進行の部分ですね、2個か3個の場面を同時進行で見せていくってところが結構あったんですよ、はい、なんでここの見せ方、切り方ですね、はい、視聴者の、興味を持続させる絶妙なところで切ってつないでっていうところがかなりうまかったなと思いました。あとやっぱ大根さんらしさってところもやっぱりあって、固有名詞バンバン出してくるんですよね。石油ハウスですね、今回のターゲットになる不動産会社、そこのライバル企業ですね、東急だったり朝日とか、あの辺の、ライバル企業の名前もガンガン出すし、地名とか商品名とか結構ガンガンいっちゃうし、そういったその何でしょう、妙なところのディテールの細かさみたいなところは結構大根さんらしさ出てるなと思ったりしましたね。で、まあ、なんといっても今回1話目がねすごく秀逸だなと思いましたね。本当にお手本みたいな1話目でした。イントロの部分で地面師とは何ぞやってところを、まあ、さらっとかっこよくスタイリッシュに見せる、でその後で地面師の手口っていうところを、1話でもう簡単に面白く説明する、もう本当に鮮やかな手口ってところを見せまして、でキャラクターもこの時点で結構立ってる、どういう人たちがいてどういう役割があるのかってところもあるし、とりあえずのキャラクターってところ、危ない面ですね、そこまでしっかり描いてるんですよね、はい。でさらに、うん、その主人公には過去何かあったっていう匂わせもあったりとか、この世界は弱肉強食でめちゃめちゃ残酷な世界であるというところも、最後のおじいちゃんがね惹かれちゃうところでバイオレンスを見せるってところで、今作のテーマっていうところも、しっかり出してましたし、契約のシーンのかなりヒリヒリする、場面があるんですけど、ここのねアドリブで、やらなきゃいけない、そのどうなるんだっていうねドキドキヒヤヒヤの部分もしっかりやるっていうね、そのエンタメ性もねしっかりやるところでありました。はい、本当によくできてるなと思います。はい、でこれどうでもいいとこなんですけど、1話目恵比寿の物件だったじゃないですか、あのウェスティンホテルの裏のね、本当に真裏のとこなんですけど、僕前の職場が恵比寿で、あそこの物件毎日通ってたんですよね、通勤ルートで。なんでうわあそこじゃんと思ってめちゃくちゃびっくりしちゃいましたね。はい、あの物件
結構そのまんまっすね。まあ落書きは実際ないんだけど、草木があんな感じで本当にもう鬱蒼と生えてるんですよ。2年前ぐらいに結構何回か撮影してたんですよね、あそこの周りで。実際に制作さんにね、そのちょっと待ってもらっていいですかっつって止められたこともあったりして、はい、だからもう本当に撮影してるところにガンガン出くわしてたっていうね、ピエール滝と大根さんいたんだと思って、僕やっぱ同業者なんで、あんまロケ地とかあんまジロジロ見ないようにしようって思ってるんですけど、なんですけどちょっと後悔しましたね。ちょっとちゃんと見ときゃ、ちゃんとロケ風景見ときゃよかったなと思いました、はい、正直。だから僕はね、1話のあの物件を見た時点でリアリティがすげー上がったんですよね。さっきも言いましたけど、実際に大根さんが自分の生活圏で起こった事件だったから興味を持って、調べて面白いなと思って映像化したっていうところがあったんですけど、それがそのまま僕の体験としてこの作品に入ってるってのが、なんか妙な大根さんとのシンクロの仕方をしてて妙な縁を感じたところでありましたっていうところで、ここからはね、ちょっと気になったところを話していこうと思うんですけども、まず、まあ、ちょっと本当にちっちゃいところなんですけど、タイトルが出てる後ろの絵ですね。はい、そこが毎回気になってて、なんか普通に人物の、バストアップぐらいのところに、タイトルがふわーって、フェードインしてくるっていうパターンが多くて、あれこれなんかここで正解なのかなっていうのを毎回ちょっと思っちゃうっていうのがありまして、ただ撮影段階でどの絵の上にタイトルを載せるのかっていうのが決まってなかったのかなっていうのをちょっと思っちゃったりして、そこが毎回気になるポイントでありましたね。はい、ただ最終話のタイトル出るタイミング、あれは本当にバッチリでした。最高、まあむしろそのために撮っといたのかなって思うぐらい、すげえタイミングも、出る絵もね、すげえ良かったなと思います。扉が開いて、そこで綾野剛が喋って、そしたらそこで人が吐けてって、そこにタイトルが出てくるっていうね、これは本当に気持ちいいところでありましたね。やっぱ僕が気になってるところ、最大の気になってるところっていうのはラストですね。締め方っていうか、まとめ方っていうか、まあ7話の序盤、結構序盤の方でその契約が割とあっさり終わっちゃうんですよね。そもそもの河合がこうタクシーで帰ってくるじゃないですか。あそこのタイミングどう考えても見られてないかなっていうのをやっぱちょっと思っちゃったし、そこ見られたら普通に不法侵入で通報されないと思って、でそれで通報されたことによっていろいろバレて契約破棄になんないみたいなのをちょっと思っちゃったりしましたね。ここをまず1個ポイントであったのと、まあそれもあって河合がちょっとバカすぎるじゃないかなっていうのが、ちょっと思っちゃったところ、結構ご都合主義すぎるかなって感じ。入った後の小池栄子もさすがにバレないかなとか、あとは沖縄についてっちゃうところも、まあ、そうだと思うし、結構記号的なホストの太客みたいな感じに描かれてたのが、まあ結構年いってる人だからもうちょっとさすがに頭いいんじゃないかなとは思いましたね。もうここまでね、現実にマシマシでやってきたところなのに、ここをスリリングに見せるためにちょっと現実味が薄れちゃったかなっていうところはもったいなかったなと思ったポイントですね。でその後のね、山本浩二の、まあ、騙されたのは分かっていくリアクションというか、そこのバレてくのが徐々に見えてくってところはめちゃくちゃ良かったんですよね。そのなんだろう、緻密にこのドラマだからやれるっていうね、この徐々にゆっくりこの追い詰められていくってところがめちゃくちゃ良かったんですけど、その後の展開というか、主人公の過去を清算していくような流れになっていくんですけど、主人公は綾野剛にね、池田エライザがこう話しますけど、本当の黒幕は、トヨエツだったっつって、ハリソンだったっつって話すんですけど、知らなかったんだっていうか、あれ何も探ってなかったのみたいな。もともとのその紹介や仲介役っていうか、あいつにだけ復讐心あったんだみたいな、自分は地面師としてやってんのにそいつの単独犯じゃないってことは分かってるだろうに、そいつしか睨んでなかったんだみたいなっていうところも、あーそっかーって思ったりしたし、単純にドライバーの仕事がそんなに好きじゃなかったから、地面師になったのかなぐらいに思いちゃったりしたし、あそこのせいで急に締めにかかっていくなっていうところがやっぱり伺いましたしね。で最後の、豊越との対マンのところですね。あそこもまあ泥仕合っぽい、肉弾戦というか、あそこはまあまあいいんじゃないかなとは思ったんですけど、その前に染谷翔太に最後にお願いがあるっつって
って、何するのかなと思ったら銃を作ってもらうっていうね。あ、そっちなんだっていう最後のお願いとして、その仲間2人、後の仲間2人、小池栄子とピエール滝、あの2人に情報を伝えて助かる作戦を立てて、でそこで、襲ってくるあの殺し屋たちを逆に知能を使って殺すっていうね、チームが豊悦を騙して豊悦以外主人公側について生き残るっていうルート、その結構スカッとするようなルートになるのかなと思ったら、そんなことなくて、ただただ銃を作ってもらうっていうところ、もうなんか結構あ、そんだけなんだみたいなところを思ったりしちゃったっていうところですね。でその銃自体もそんなに生きなかったっていう、はい、ところもあったりして、はい、まあ、アントニーがあの場所に突っ込んでくるってのは意外性あって面白かったんですけど、なんですけどそれ以外のところが結構思ったほど展開していかないっていうところがあったりしたし、あの池田エライザが来るっていうところですね。突然来るんですけど、まあ、単純にあの主人公の車に仕込んでた探知機を追ってきたっていうことだと思うんですけど、あまりに突然来る感じがあったし、あとやっぱり手榴弾ですよね。急に手榴弾出てくるんで、そこがなんかな、はい、そこまで手榴弾持ってるみたいな下りっていうか、うん、それを示唆するような絵もなかったんで、本当に突然出てくるんですよね、手榴弾が、はい、なんであそこもかなり唐突だったかなというところですね。っていう感じなんで、そのラストの締め方、盛り上げ方っていうのがもうひねりあったりとか、うん、もうちょっとロジカルになってるとよりのめり込めたかなと思ったりしました。で最後の締め方ってところは、まあドラマだからちょっと難しいところはあるかなと思ったりしてるんですけど、まあその、まあ、ハリソン生かしとかないと話し続けらんないし、狩る側と狩られる側のそのなんだろう、ハンティングの話っていうところが結構軸になってるんで、そこのね、ところでハリソンは狩る側の人間であり続けるっていうところは、まあ良かったかなと思いました。っていうところでまとめに入りたいんですけれども、まあ本当に惜しいなという感じでございます。1話は本当に良かったし、まあそこまでの積み上げってところも、ドラマ的構成がすげえうまかったなと思うんで、気になるところで話が終わる。で、次の話っていう感じで、もうどんどん次が見たくなるし、1個の事件を扱ってるから、ちょっとずつ積み上げていってて、それもね、うん、緻密に描けるところだったんじゃないかなと思うし、ほんとそんな感じで6話まで本当に面白かったんですよ、僕としては。はい。ただまあ本当に7話のまとめの部分ってところが、まあもうちょっと、うん、いろいろ欲しかったなというところでございます。はい。知能班の集まりだったわけなんで、もうちょっと知能的なね、ラストっていうのも見たかったなというところでありましたね。むき出しの人間性であったり欲望を描くってところだと、泥仕合っていうところは、まあ、納得はできるなというところでありましたね。はい、という感じです。はい、皆さんの感想っていうのもコメント欄でお待ちしております。はい、よければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いしますという感じですね。はい、概要欄の方にいろいろ貼ってありますんで、そちらもチェックよろしくお願いします。はい、それじゃあまた。